2022年6月に月初めから中旬にかけて山口県の岩国市にあるアメリカ海兵隊の岩国基地には、アラスカ州やハワイ州からアメリカ空軍のステルス戦闘機が、総数で30機ほど飛来しており、その意図に注目が集まっていたね。この内訳はいわゆる第5世代戦闘機と形容されるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターが12機と F-35 ライトニング2A 型が18機であり、これほどの数の同機らが日本に集結したことは非常に稀有な出来事だと言えたな。これだけの数の戦闘機が日本に集結した光景は圧巻だっただろうね。中国に対する牽制の意味合いがあったのかな？そうだね。さて今回は、アメリカ海兵隊の岩国基地へアメリカ空軍の F-22 ラプター12機と、F-35 ライトニング 2A 型18機が一時的に飛来したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。こうした動きをアメリカが見せた背景には、前月の5月に、中国海軍の1隻目の航空母艦にして訓練用の艦艇とされる遼寧が、沖縄の南側の海上で搭載する固定翼機回転翼機らの、多数の発着艦演習を繰り返したことがまず浮かぶよね。また同月の下旬にかけては、中国空軍とロシア空軍の戦略爆撃機が日本海方面から、太平洋方面に及ぶ合同飛行を敢行しており、世界の多数の国が、ロシア・ウクライナ戦争でロシアと距離を置く中、中国は協力関係を明確にしていたんだ。中国やロシアにとっては、ロシア・ウクライナ戦争を含めてアメリカをはじめとする、西側諸国の価値観のみが世界を動かしているわけではないと示したいのだろうが、つくづくこれらの国々の危うさを再認識させられるぜ。ことにロシア・ウクライナ戦争の渦中にあり、アジアにまで軍事力による影響力を行使することは、事実上厳しいロシアはともかく、中国は台湾への軍事的圧力を、弱めることはなく、日本の南西諸島に対する動きも同様なんだ。それでも従来のアメリカは中国をいたずらに刺激することは国策として得策ではないと、判断している嫌いがあり、中国の著しい軍事力の増強もあって、近年はあまり直接的な軍事的な牽制行動については控えている感じも伺えていたよね。しかし6月24日からアメリカは、沖縄の嘉手納基地所属の F-15 イーグル、岩国基地に常時配備中の FA-18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型、そして臨時に飛来中の同 A 型と F-22 ラプターを動員した訓練を実施したんだ。これらのアメリカ空軍、海兵隊の戦闘機は2機で1組の編隊をなし、最大で同時に8個ほどの編隊を韓国の南側から日本の尖閣諸島の北側に向けた、日中の中間線に沿って飛行させ、そのうちの1割ほどは中間線を中国側にまたいだとされるよ。アメリカ軍はこうした行動に KC-130J 空中給油機を随伴させており、主として尖閣諸島の手前の空域にて飛行する戦闘機に空中給油を行い、航続距離を確保したとされ、大型の原子力航空母艦等を投入せずとも軍事行動が可能だと見せつけたってわけ。アメリカ軍の戦闘機隊のこうした動きに対して、中国側は対岸の福建省等の基地から、J-20 戦闘機等をスクランブル発進させて警戒に当たったといい、こうした行動について日本政府はアメリカからの事前の通告を得ていたらしいな。ただし日本側からはこうした中に戦闘機の派遣は行われておらず、この状況を監視する意味で早期警戒機等の複数の航空機が、アメリカ軍並びに中国軍のそれぞれの戦闘機の動きをつぶさに観察することに努めたとされるよ。政治的には近々にアメリカのバイデン大統領と中国の習近平主席は、二者会談を行う予定であると見られており、今回のアメリカ軍が見せた動きで、中国の軍事力を牽制することが可能であると事前に知らしめる意味合いもあったんじゃないかな。あんまり日本を挑発していると、俺たちも出てくるからなって感じの牽制だったんだろうね。ロシア・ウクライナ戦争に見るようにロシアの横暴をアメリカは許容できないことと同じく、台湾においても中国軍の軍事的な行動をアメリカは許容できないと、示す必要性に駆られたゆえの行動が、今回の戦闘機派遣の理由だと考えられるね。アメリカ海兵隊の岩国基地では7月7日に、同基地に常時配備中の FA-18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型に加え、臨時に飛来していた、F-35 ライトニング 2A 型と F-22 ラプターなどによる数機発進準備訓練を行っていたよ。第二次世界大戦時に爆撃機体の存在をアピールする目的で開催されたのが、起源とされるのが多数機発進準備訓練であり、これは多数の機体が、滑走路に集う様を動物の像になぞらえてエレファントウォークと一般的には銘ばれているぜ。今回アメリカ海兵隊と空軍は各種の戦闘機を用いてこの多数機発進準備訓練、つまりエレファントウォークを実施したことを画像で公開したんだけど、
第5世代戦闘機の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2の AB 両肩が集まったのはかなり稀有なことなんだ。そうした状況からも今回の岩国基地への F-22 ラプターと F-35 ライトニング2 A 型の飛来は、極めて異例な出来事であり、台湾有事や日本の防衛体制にとっても、強力な後ろ盾となるアメリカ軍の新たな可能性を示唆したものと受け取れるな。ロシア・ウクライナ戦争は近年稀に見る大国同士の直接的な軍事衝突という点で、様々な戦訓を示しつつあるんだけど、戦闘機で見た場合には、相互の空軍機がほとんどのケースでいわゆる第4世代機しか投入できていないため、決め手を欠いているよね。一時期はロシアが自身の優位を示そうと第5世代戦闘機タルスホイ57を投入したと、喧伝した時期もあったんだけど、同機は実戦配備されている機体数そのものが少なく、そもそもウクライナの健在な地対空ミサイルを恐れてか長距離爆撃に使用されただけみたい。そのため第5世代戦闘機が空中戦を行うなどの事態は正規しておらず、また今後もその可能性は著しく低いと予想され、これらが行いうる制空戦闘が、いかなるものになるのかは全く不明な状態のままであると言えるな。こうした中で今回アメリカが F-22 ラプターと F-35 ライトニング2らを、日中の中間線付近に飛行させたという意味は、中国軍の戦闘機や対空兵装に対して、自分の航空戦力が優位にあることを内外に対して知らしめたものだと感じられるね。アメリカ側は今回臨時で岩国基地に派遣していた F-22 ラプターと F-35 ライトニング2 A 型について、7月21日に最後の2機も訓練の終了に伴い帰還させたと日本側に伝えており、これら総数30機は日本を誤にしたことが明らかとなったよ。これら F-22 ラプターと F-35 ライトニング2 A 型の岩国基地への臨時的な派遣については、7月に入り事前に土日の飛行は原則的に行わないと説明されていた状況が、保護にされたとして、一部の反対派からこれを糾弾する声が上がっているんだ。こうした声を受けて岩国市側は7月9日と17日に指摘の通り戦闘機の飛行があったことを認めたんだけど、それは訓練を目的としたものではなく、派遣元の基地に帰還するための、飛行であったと認識を示し、事態の沈静化を図っているんだって。岩国基地が所在する岩国市では一部の反対派からの糾弾にさらされ、こうした釈明を強いられているわけだけど、そもそもアメリカ軍の日本の国内での活動に対して、責を負うべきは国であり、一地方行政機関が判断可能な問題ではないと感じるよね。すでに中国の年々増強される軍事力に対し、日本一国のみで対峙することが、困難となっている状況下にあって、抑止力としての在日アメリカ軍の行動にまで、議論を挟むのならば、これに代わる案の提示を行ってほしいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日は紙コップの自販機で味が混ざらない理由について解説するね。紙コップの自動販売機ではコーヒーやコーラ、スープ類など様々な飲み物が同じところから出てくるよね。少し前まではかすかに別の飲み物の味が混ざることもあったんだけど、最新式は全く味が混ざらなくなったんだよ。最新式の自販機でコーヒーを注文すると、紙コップがパウダー状の飲料の素材がストックされている場所の下にセットされるんだ。パウダー状の素材にはコーンスープ、抹茶ラテ、ココア、クリーム、砂糖などがあるよ。コーヒーの場合はクリームと砂糖が紙コップに入れられる。この時、同時に機械が動いてコーヒー豆を引いて素早くドリップしているんだ。ドリップし終えたコーヒーがクリームと砂糖が入った紙コップに注がれ、棒で攪拌される。紙コップの中で調理するというのが味が混ざらない理由の一つなんだ。さらに、コーヒーとコーラの原液は別のノズルを使って注がれるんだ。お湯や冷水、炭酸水、氷、シロップもそれぞれ別になっているよ。そのため、コップに混ざる前に味が混ざることもないんだ。そして絶対に味が混ざらない最後の一工夫が、調理が終わった後にかき混ぜ棒をお湯で洗浄することなんだ。どんな飲み物を混ぜても、その直後にかき混ぜ棒を毎回洗浄して味が残らないようにしているんだよ。最新式の紙コップの自販機は徹底した材料の区分けと、こまめな洗浄で絶対に味が混ざらないってことだね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。